髪の毛染めちゃいけないの。なぜなぜ。髪ゴムの色にまでしてあるの。なぜなぜ。ツーブロック禁止なの。なぜなぜ。髪の毛が肩についたら結ばなきゃいけないの。なぜなぜ。ポニーテール禁止なの。なぜなぜ。下着の色すら指定されてるの。なぜなぜ。通学時間通勤ラッシュにかかってめっちゃ押しつぶされるの。なぜなぜ。家が遠い人ほどめっちゃ早く学校に着いてるの。なぜなぜ。自転車通学の人秒単位でギリギリ攻めてくるの。なぜなぜ。学校でスカートの丈短いと怒られるの。なぜなぜ。カーディガンの色白と黒 OK なのに白を着ると先輩に目をつけられるの。なぜなぜ。長靴履いていくと絶対いじられるの。なぜなぜ。テスト前になると部屋の片付けばっかしちゃうの。なぜなぜ。徹夜してたはずなのに数学のワーク1ページも終わってないの。なぜなぜ。テスト前になると遊びに行きたいところがいっぱい出てくるの。なぜなぜ。全然勉強してない時に限ってなぜか自信が湧いてくるの。なぜなぜ。まあ余裕っしょ。